ゴルディアノス3世の治世か、軍団の駐屯地シンガラで造兵された同時代の貨兵。第1軍団パルティカの紋章であるケンタウロスが見受けられる。第1軍団パルティカはローマ軍団の一つ。西暦197年にローマ皇帝セプティミウス・セウェルスによってパルティア遠征のために編成された。軍団は中東に駐屯し、 その所在は5世紀初頭まで記録として残されている。文章はケンタウロス。197年にセウェルスによって3軍団を編成。第1軍団、第2軍団、第3軍団ともにパルティカと名付けヘパルティア遠征を行った。遠征が成功裏に終わると、その中の第1軍団パルティカ、第3軍団パルティカのみが現地に残留、メソポタミア流域の新柄を 中遁地とし、断続的に起こる反乱やパルティアからの東部領域の侵略に対する備えとした。この軍団の軍団兵は、通常別の属州に派遣されることが多く、具体的には、リュキア、キリキア、キュレナイカなどに送られた。360年、軍団はサーサーアンアサペルシアの攻勢に対して敗れ、その後ニビリスに転属となる。しかし、 そこでもサーサーアンアサの攻撃を受け363年にニビリスは降伏することとなる。その後軍団はコンスタンティアナへ転属5世紀まで駐在していたことが記録に残されている。ありがとうございます。